豊田さん、この前、はい、あのー、7万人突破の動画出したじゃないですかはい,はい、はい、あの時にちょっとおっしゃってた矢沢駅さんに謝りたいあだからもう謝らなきゃいけない話あ謝らなきゃな、ね、うん、もうそそれでいきましょうか、んならわかりましたあの、矢沢さんに対してやっぱり僕は、はい、矢沢さんは器でかいから先にねはいもうド頭で言っちゃうのも出落ちになりますけどはい。 本当に矢沢さんと俺は器でかいと思ってる。これあの大した付き合いもなくて見切りで言うのも失礼だけど、うんはい、だから多分俺のことなんかヘでもねっていうかもう何とも思ってないとは思うんですよ、うん、でもこの業界で言ういやらしい言い方、はい、矢沢サイド矢沢サイドはなんだフルタッチと思ってるかなと少なくとも思いますねやっぱり夜のヒットスタジオデラックスやってて2時間の時にはやっぱりビッグアーティスト矢沢さんとかも出たことあるんですよ すかそうビッグな矢沢さんは普通に出てメドレーやらなないいじゃないですかいや今だったら逆に何周も回って,って今何周回ってってい言い方も嫌なんだけど、はい、一周回って平気でそういう番組があってやるかもしれないけどもやっぱり1980年代仲間の以降の矢沢永吉っていうのは、はい、やっぱ普通には出ないけど。 ロサンゼルスレコーディングかなんかの時にかけてロサンゼルスから衛星生中継で入ってくるんですよ入り中でで生で河田町のフジテレビのスタジオにいる私が掛け合うんですよ主に吉村麻里さんも当然いらっしゃいますけどもそれだとちょっと納得が僕もなんかなんで「よヒットに出ないと決めつけるんですかそれはフジテレビと「ルヒットと矢沢さん全部に悪いじゃないですかややっぱりやや矢沢さんがなんか出てるイメージがなかったか、ね、いやそうですよね 矢沢さん,はうん出てもいいけどごめんねっていうふうな人であってほしいっていうようなね勝手な思い込み分かりますけど出たんですよだからでその時に僕もまたね悪い悪癖があってもちろん司会者なので信仰をつかさどっているわけですから矢沢さんをいい気持ちにして生歌歌ってもらわなきゃいけないロスからだからそれは前後やりますよ。ででもあんににして真ん中のの部分でちょいと斜めから天下の矢矢沢沢ビッグ矢沢に ツッコミ入れたいとかちょっとカジュアルトークで突っ込んで「おい何言うんだお前」っていうふうなことをやらなきゃ俺の価値がねえと思い込みすぎてるアホなんですよ。ねかもう本当にもうそれでいや大したことじゃないだ斜めからぐらいだから矢沢さんに文句の一つもないんだから「で矢沢さんありがとうございますロスから」とかやってるうちに。 でちゃんと送り出したのが真ん中ぐらいで僕の記憶ね真ん中ぐらいで矢田さんなんでビッグなアーティストってニューヨークロンドンあるいはロスでレコーディングするんですか下北沢じゃダメですかみたいな北千住じゃダメなんですかみたいなそこにも探しあると思うんですよみたいなボケツッコミ で矢沢さんがどういう反応か俺もドキドキしながら言ってるわけだからドキドキして俺の勝負どころだからもう,もう職業の中のなワンンアクセントだから <laughs> あの例えが本当に分かりづらいのを狙って言いますけどイングリッシュマフィン作りのうまいパン職人だったら最後にコーンのパウダーをパーッとかけるぐらいの添え物。 もうメインはちゃんと優勝してますからふっくらでシューっとかけるあるいは最後にほら外国の方なんてよく真っ赤なパプリカをパーッとこう色付けにやりますね、うんはい、その感じですよ<ー>それで矢沢さん「なんでロスなんすか?」みたいな<ー>でさっきみたいなで矢沢さんをドキドキしたのらそしたら矢沢さんが「お前なんだ?」とか「君なんだ?」とか、はい、ね怒っちゃいましたっていうふうに言うかなと思ったはい、はい、で今はね今みたいにネットがないから 炎上を怖がったりもしないディスリーがあるもないもない時代だけどすぐテレビ局に電話が殺到する時代でなんなのテレビ局パンクさせようかテレビ局の電話パンクとか電話局って言ったから NTT じゃないから、はい、電話局パンクっていうのが今でいう炎上に当たる言葉ですよ <laughs> でテレビ局パンクにさせてなんぼみたいなあったんですよ俺は。<ー>あのならずもの司会者としてはそれで 言ったら矢沢さんが器でかいのよカーって笑って、はい、俺の印象ではねカ、はい、ーって笑って「オタクなかなか言うね」って「なんでそんなこと言ってくるわけ?」みたいな感じがあるから「うん、矢沢さんがビッグだからですよ」<ー>そんなビッグかなまあまあ気負わないで」みたいな言われてだから半分ちょっと頭きそいと思うんだけど、うん、みじんも出さないでガキンチョを転がしてくれたんですよ。 さらに好きになるじゃないですか、矢沢さん。っかっこいいですね。ねはい、さらに好きになるじゃないですか。およそ20年の歳月がゆっくりと流れまして、はいはい、そして矢沢さんとはもちろんお付き合いもございません。うん、ある時、ある東京のとある小粋なバーで、うん、私はテレビ朝日の地球危機という地球温暖化をいち早くキャッチして、はい これは今後大変な問題になるぞっていうのは2007年2008年ぐらいゴールデンタイム4時間半ぶち抜きの生放送で緊急特番を2年にわたってやらせてもらいました、はい、2>, 2回にわたってやるならなぜ緊急特番かっていうツッコミはご容赦いただきたいと思います2回やりました、はい、でこれはその当時地球温暖化ってことを声高に叫ぶとバカかって言われた時代ですから広、うん、電話来てそれでもやりました、はい、でそれの打ち上げを小粋なバーで、うん スタッフ六人ぐらいで、うん、いや今回乗り切ったなっていろんなねプレッシャーかってきたけどやり切ったなーなんつって飲んでたんですよしたら矢沢駅伸に似た人がポツネンとカウンターの奥に座ってんですよ、はい、で普通にウイスキー飲んでるんですよそっくりさんかと思いましてしかもタオルかけてないですよ、うん、それはそうでしょう、ね、当たり前だけど矢沢さん本人ですへー で俺は待ったんですよ声かけちゃいけないと思ったんですよミーハー意識で声かけたいだいぶ経ってから横行ってトントン矢沢さんってやったんですよ、はい、今酒も入ってて失礼な話ですああ古田さんどうもニュース見てますよ大変でしょうご無沙汰ご無沙汰してますだよわちょっとそおどうぞどうぞ俺一人ですからはい,はい。矢沢さんなんでそんなかっこいいんですか、うん、何が よくるるから古谷さんも来るのいえいえちょっと初めてなんですけどみたいな。はい、で話が弾んで自分の気持ちも満たされる矢沢さん一人で飲んでる時って一番お邪魔虫が、うん、ダメだっての分かってそれでも20分ぐらい話してるから、はい、もう失礼極あまりない時すでに遅いんだけどさ後ろの報道のスタッフにも本当にいい見えも切れたしと腫れたしと <laughs> 見え切ったじゃない見え腫れたしみたいなそしたら矢沢さん気遣って。 もうね矢沢永吉にブラインドなし視覚なし、はい、もう見えないとこなしもう素晴らしい自然で,、えー、で「矢沢さん何で全,全方位視覚ないんですか?」と言ったら、はい、いや俺だって昔はグツグツしてたと思うよ古田さん。この年になればさ俺の中で言えなかったけどゴールドコーストで38億の借金それも全部返してさ。うん 全部俺の若いでいたりでやったことこれも俺の人生の旅路のプロセスの一つって言ってコンサートツアーに出ていく人じゃん、はい、半端ないよ。それでその時に最後別れ際に俺は「報道ステーション」の中でもねいつか矢沢永吉さんのようなすごい人を招いて報道の中にエンタメが存在している。極論すればニュースの中に 大変厳しい辛いニュースがあってもそれを多くの人が見ると言ったときに大変危険な言い方をすれば厳しいニュースの中にもエンタメ仕立てみたいなものがそこはそこテレビだからあるかもしれない、うん、そしてまたきついシリアスなニュースの中にポッと人が和んでくれるオアシのようなところに ニュース砂漠のところにオアシスがあってそこで水をこうねちょっと含ませるがごとくビッグなスタートのトークを展開したいとか思ってる急にはやれないけど、うん、いつかそういうふうにやれて今余裕なくやり始めて何年目かでいろんな批判を起きながら「アップアップです」って正直に言ったのよそ、はい、したら「頑張って古舘さんいつも見てるから」って「えー、じゃあいつか俺が何か企てがあったときに」 んでもらおうかなうその時は是非「ありがとうございます」っつって具体的な話は何もなかったけど終わってわその日の夜は酔い潰れました、はいね、本当に酔い潰れましたえかっこしいの俺が話しかけに行っちゃってさ <laughs> 矢沢さんが優しくそんな方のうち懐に抱いてくれてさ、はい、それで何年も何年も経ちました。だいぶ経ってから、うん 相変わらずこっちは余裕ないんですよこれニュースの出方によってはどんどん余裕が出たり出なくなったりするわけですよ、はい、確か私の記憶が間違っていなければ東日本大震災がからだいぶ経ってぐらいだった嫌に思いますけどもね、はい、でその時にだいぶ経ってから昔もちろん矢沢さん本人じゃなくて矢沢さんサイドから報道ステーションにコンタクトがあって矢沢さんがワールドツアーに出る時だったかな、はい で大々的なとにかくツアーに出るときに、うんえー、パブリシティを打つときに、うん、昔バーで古田さんと話したことがあるから、はい、約束したこともある約束という表現を使ったかどうかわからないけど、まあ、それでとにかく「うん、報道ステーション」一押しで本人も出たいっつっててどうかってかっそれがプロデューサーから来たときに<た>全く俺は余裕がなかった、うん、っかやりたいやりたいが本音や、はい、だけどその時の時報道ステーションおよび社会模様が リーマンショックももちろんあってだいぶ経ってますけどもいろんなことがあってニュースの出向出か出向っていうんだけどニュースの出方がいろいろじゃん、はい、とても矢沢さんのようなすごい人をお招きして収録でやるにしても長く回したものをはい高々10分高々15分で15分ったら高々とは言えないかもしれない、うん、そんな尺でポンと編集して出すなんてことは僕はできない失礼で。うん うん、やるならにもう本当何の根拠もなくて失礼だけど20番組にも失礼だけどさ20分以上の尺を割いてさたっぷりと矢沢諭吉の魅力を出してやんなきゃいけない、はい、それができる余裕が僕にも番組時代にもなかった正直言えば。そんなし コーナーーナを作る余裕がないニュースもちろん天気予報はルーティンだからルーティンっつったら失礼なんで、はい、天気予報はやるんです、はい、当たり前決まりでスポーツ枠があるんですそれを除いたエンタメが取れなかったんですよ、はい、本当にちゃんとできたのはいろんな人とも絡んだけどテレ朝の番宣絡みで絡んだこともあったけども、はい、やっぱり「放送辞める2ヶ月前に吉田拓郎さん」にロングインタビューをして、はい、それが20分以上放送されたことが1回のみですよ残念ながら。俺の力不足でさ だからそれよりもずっと前に矢沢さんに振られた時に、まあ、伝言ゲームになるからちゃんと伝わっていないのは当然だしそれでいいんだけどとにかくあの時ねいつかは矢沢さんをお招きしたホーステであるところまでやっていたいってことは言ったけどいついつお呼びしますとは約束してないから、はい、残念ながら番組にも僕にも余裕がなくて、はい、矢沢さんのようなすごい方をお招きするステージが用意されておりません。 なるべくスターがどんどん伝言ゲームでしょうがないけどなるべくそういうふうに言ってもらえないかって一生懸命プロデューサーと話してそれでお断りしたんですよそしたらこんなことを具体的に言ったら1人だけど、ね、ある別番組である方とのトークを矢沢さんやってたでそれを見ててじっと最後まで見て「ああ矢沢さんに申し訳ないな」って「いや矢沢さんはやったら絶対あの人器はでかいからもうそれはちょっとしか絡んだことない俺でも分かるわけよ」 ね、もう本当に「何そんな話あったっけああ <laughs> で終わりだようん、うん。ある歌手が矢沢さんかもしれないというね、はい、矢沢さんかそれ以外の誰かに精進を絞って揶揄するような歌を作ったっつって大昔話題になった時だってやっぱりもう一方の人は別として矢沢さんは「俺であってもなくてもどうぞ」って笑った人だから。うん そんなことで怒る怒らない以前ですって言った人だから、はい、やっぱりそういうとこあんねんだから忘れてはいないだろうけど別にってなるっていうのは分かってるけど、うん、俺ずっと気になったからホースで終わって、はい、ホースでから離れた時に当時、はい、今いないけど当時のマネージャーさんに矢沢さんの事務所に挨拶行って、はい、その時の約束が果たせず、はい、ごめんなさいって謝りに行ってもらったことある。 まあ俺がわざわざざ行くのも生意小生意気と思ったからだからそれ以降何のあれもないから当然なくていいわけだけどこっちの一方通行ね矢沢さんはどうでもいいはずだから、うん、こっちの一方通行であやっぱりねあの約束をしたわけじゃないけどそういう正直な思いを言えばいいってもんじゃなくて、うん、大物に対して言いたくても我慢すればよかっただけで、うん、願いを言って向こうが願いを 果たしたろかって言ってきた時に余裕がありませんって言ったんだから嘘はついてないし約束は破ってないけど言わなきゃよかったんですよこれは本当に謝りたいし謝ることでもないのかもしれないけど悔いが残りますそのぐらい矢沢さんというのは大きい人だなと思うでも矢沢さんなんかツアーやられるって発表されてたんですよこれからツアーやるっておっしゃってたんでこれからはいいつかいやもう遅いいつかライブに行ったっていうお話をここで あライブに行くよねうもう何だったら<あ>、あのー、興奮してステージににじり上がるっていうねいやいや MC の時に矢沢さんが MC やって「これで矢沢さん」って時はごめんなさい「ねお,ま、まいお前の番組出てやるよ」って言うけど「今来ました」っつって「タイムラグあったけどいいっすか今ちょっとロングインタビューやって」<laughs> 迷惑です。めちゃくちゃなこと言ってつまみ出されるとハガい締めで。いやいや